はい、皆さんこんにちは、さちねです。今回はさつまいも栽培ということで、こういった何種類かのですね、スーパーで購入してきたさつまいもをですね、ちょっと長期間になりますけれども、自分で芽出しをして袋栽培で育てていきたいと思います。とりあえず3種類ですね、買いましたけれども、後で紅はるかも追加して4種類の芽出しをこれからしていきます。で、最初ね、2月ぐらいにスーパーで買ってきたものを揃えて、各種2本ずつですね、新聞紙で包んで部屋の中でね、保管を開始しました。で、3月ぐらいからそれぞれ容器に水を入れて芽出しを開始ということで、芽出しにはね、かなり時間がかかりますので、根気よく暖かい場所で管理をしていきます。まあ、途中ね、腐ったりすることもありますので、まあ、できれば2本以上で芽出しをするのをおすすめします。長期になると名前が分かんなくなってしまいますので、一応ラベルもね、分かるような形で貼っておきます。で、こちらがあのもみじの4月上旬の状態なんですがすごいすごい、はい、ということで、あのもみじが一番最初に発芽して、根の量もねものすごかったんですが、芽もね硬い芽が出てきました。で、去年も発芽した紅はるかは安定の発芽率ということで、少しだけですが根っこもね、順調に伸びてきております。はい、まあ、一度ね、去年作ったので発芽しやすいかなとは思いますけれども、はい、芽もねすごい硬い、しっかりした芽が出てきました。そして芽が出てき始めたらですね、なるべく日中は日の当たる暖かい場所に置いてあげるといいと思います。まだまだこの時期ね、寒いですので、外に出すのはちょっと危険かなと思います。あのもみじ、しっとり系、はあ、だいぶ大きくなりましたね。もうちょっと、もうちょっと、はい、これは紅はるかこっち全然出てないんだけど、こっちは出てきました。葉っぱらしきものが出てきました。よかった。で、こんな感じで、弱くて腐ってきたものもね出てきまして、シルクスイートがですね、なかなか芽が出てこない感じですね。はい、こちらが4月22日ということで、すごいことになってますけれども。で、こちらが5月6日の安納もみじということで、だいぶ背丈がね高くなってきましたけれども、まだまだですかね。で、こちらも紅はるかということで、はい、若干葉っぱの色がね違っておりますが、という感じで5月14日なんですが、だいぶね大きくはなってきたんですけれども、まだまだあと倍ぐらいの長さ欲しいんですが、明日から出張ということで、とりあえずまだ短いんですけれども、無理やり植えていきます。まあ、さつまいもの苗はですね、5月から6月くらいまでにはギリギリ植え付けた方がいいと思いますけれども、はい、とりあえずのものを植えて出張から帰って伸びていればですね、残りのものは後から植え付けていきたいと思います。さつまいも一度植え付ければね、結構たくましく生きてくれるので大丈夫かと思います。そしてできればですね、植え付け前3日ぐらい前に苗を切ってですね、水に、ね、つけて根出しを少しだけしておくといいんですけれども、私の場合ちょっと時間がなかったんで一瞬だけでしたけども、水につけましたが、下の方の 3,4 節をですね土に埋めて、3枚以上をですね外に出して光合成ができるように苗を仕立てます。はい、で、 できれば水につけて根出しをすると根付きやすいと言われております。はい、こんな感じで下の方の葉っぱはね切ってあげて、根が出やすいように水につけておくとよろしいかと思います。ちょっとねまだ長さが全然足りないんですけれども、もう仕方ないですね。はい、とりあえずのものを、一番長くて太いものをね選別して切っていきます。本当は20センチ以上欲しいところなんですけれども、はい、これでちょっとトライしてみます。はい、実験的にですね。
そうそう、死ぬとか、そしたら葉っぱが1、2、3枚になるから、結局こんなに短いですね、苗しか揃わなかったんですが、まあなんとか光合成ができて根が根付けばね、なんとかなると思いますけれども、はい、で私はいつもさつまいもとかじゃがいもとかね、芋系はこの袋栽培をねやっております。大きめサイズのね袋がいいと思います。30リッター以上の袋をこのような形で、下の方にですね無数の穴を開けて水はけをよくして、上の方をくるくるっとしてこのような形で安定させて、最初に水をたっぷりあげてからですね、このような棒で苗をね差し込む長穴をまずは斜め方向に作ります。で一つの袋にですね2株をだいたいいつも植え付けておりまして、まあそれほどの大きさは望めないんですけども、まあ数的にはね結構まあまあできますので、まあ、サイズ的にはちょっと長細いんですが、まあでも味はすごく甘くて美味しくできると思います。ちょっと短いかなと思いながら悩みながら今刺しておりますけれども、出張から帰ってきてからのお楽しみということで、でこちらは紅はるかなんですが、とりあえずね小さすぎますが植えておきます。はい、どうなることやらという感じですけれども、はい、で最後にですねさつまいも料理ということでご紹介しておきたいと思いますが、残ったねシルクスイーツでさつまいもスープをね作ってみました。材料は簡単です。ブイヨン、牛乳とバターということで、バターで炒めたさつまいもと牛乳 300cc をまずはミキサーにかけて、まあ、それを温めていくというですね超簡単な料理なんですけれども、はい、こんな感じで美味しくいただくことができました。はい、本日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。